はい、こんにちは、ピースのガクトです。今日私が動画を撮っているのは、昨日の動画を見ている方ならなんとなくわかるかと思うんですけれども、昨日私福島のオークション会場の方に一人で買い付けに行かさせてもらいまして、そこから1台落札してきました。本当は何台か落札できるように頑張ってはみたんですけど、まあ僕の力不足、経験不足、1台しか買うことができませんでした。まあでもとりあえず1台は買えたんで良かったと思います。で、買ってきた車がこちらのライフディーバですね。この車の方を本日紹介させていただきたいと思います。はい、ではまずじゃあ外装から一周さらっと見ていきます。黒のライフディーバ、この辺はね、まだ外装とか洗ったりもだもしないんで、あの汚れとかがちょっとあるんですけれども、まあ、そこは後でしっかり洗車、ね、ルークリと洗車やらせてもらうんで、すいません。で、ここですね、バンパーのところですかね、ちょっとこの辺わかるかな、ここにひび傷でひび割れみたいな感じになってますね。この辺と、あとここか、出てたみたいで、で前乗ってた方が自分で少し補修したのかなって感じですね。あとこの辺かですね。この辺がちょっとこの車で少し他の傷より大きめの傷だなっていう感じはしてまして、まああとは年式と走行距離的にちまちまっていう傷とかが出てるかなって感じで、まあ、また後で最後しっかりと仕上がった時に撮るとは思うんですけれども、まあ、ざっくり外装はこんな感じですね。で、内装の方次見ていきたいと思います。内装はこんな感じでシートカバーがついてて、うん、シートはすごい綺麗な状態だなって感じで、内装もまあ綺麗ですね、意外と。はい、まあ、この中も後でルームクリーニングするんで、もうちょっと綺麗にはなります。エンジンかけてみます。で、走行距離が、13万70キロですね。で、この車ですね、ナビが、ついてなかったみたいで、今このナビのカバーみたいなのついてるんですけど、これ今から、交換していきたいなって思ってました。はい、獲得戦中できっか、なんとか。あ、そうだな、今日検診ねえしな。そうです、おめえよろしくねえんだよな。そうなんですよ、シャカちゃんも先行っちゃったしな。ちゃいました。このホンダのやつってね、このパネル交換も今ね、高額でやってるけどさ、そうなのよね、この真ん中だけスポッと抜けんじゃないんですよ、これ。なかなか、あれ、そこまで外さなきゃダメだっけ、それ。ダメらしいっすね。あ、そうなの、これ、ほうだっけか、こんなにめんどくせえの、これ。何のサイトとか見ても、全部この下から補正して、ここにたどり着いてからっていう。あ、ほうか。大変だな、これ、検疫すげえ早いんだよ。そうなんすか、あれ、やべえから。やばい、さすがプロって感じ。検疫にこのライフのパネル交換やらせると、傷口をやってます。あ、この前もやってたな。この前もやってたよ、速攻で。速攻です。こんなに大変だと思わねえべ。いや、簡単にやってるからすぐ終わるもんだと思って。ここ食べ、やべえんだこれ。まあ、とりあえず頑張ってください。はいはい、それでは、なかなか苦戦したんですけれども、ただいまオーディオの方取り付けが完了いたしました。純正オーディオですね。で、動作確認の方もさせていただいて、大丈夫だったので、はい、問題なく使うことができました。で、これやるときにこの辺、この下のとこからここのね、とこも外してオーディオの方を取り付けてだったんですけど、その時にね、コネクタが1個ね、この辺のコネクタが1個ちょろっとこう出てて1個余ってたんですよ。で、それが自分がバラした時にもう最初からついてなくて、チューブラリになってるコネクタだったんですけど、これおかしいなと思って社長に聞いたら、
それシガーのソケットコネクタだよって言われて、僕もちゃんと見てなかったんですけど、シガーのコネクタが最初から外されてたみたいで、そうですね、危なかったですね。まあちゃんと納車前とかに確認はするとは思うんですけど、まあ、今のうちにね、このオーディオ交換がてら気づけてよかったなって感じで、まあ、そんなことも含めて勉強になったなって思いました。まあ、とりあえずよかったです。この辺もあと交換もねしっかりやらせてもらったんで、はいはい、とりあえずさっきオーディオパネルの方、交換して、次はせっかくだから、試運転の方も行ってみたいなと思いまして、では試運転の方行ってまいります。はい、で今試運転ってことで走ってみてるんですけど、まあ特に、まあ、これといって今ここはこうだなとかっていうのは特にないですね。なんか説明するのが下手で申し訳ないんですけど、ただね、安定のライフって感じですね。本当に特に今んとこ乗ってて何も問題はないように感じますね。うん、アクセル踏んでる感じも加速の感じもね、特におかしくないですね。ブレーキもちゃんと効いてる、ウインカーもちゃんと出るね、まだ特に点検とかはかけてなかった状態なんですけど、でも全然普通に走る分には大丈夫そうですね。この後にまた点検とかやって、車検の方に走るんですけど、まあ走った感じは調子いいから点検の時にも何にもないといいなって感じですね、本当に。でも本当にいつもね、車検にライフとか車検にやっぱりよく走るんですけど、ね、同じ感じですね。なんかガタがあるような感じでも特にないです。いいですね、やっぱりライフは安心できますね。乗ってて何台も何台もね、こう車検で走ったりなんだりで乗ってはいるんですけど、本当に安心できる車です。同じことばっかりかもしれないですけど、でも昨日の業者オークションで、絶対にライフ買ってやろうとか買わなきゃダメだっていうことは特に考えてはなかったんですけど、落札した1台が、まあ、結果的にライフということで、うん、やっぱこのライフの安定感を知ってるからこそ、まあ1台しか買えなかったけどその1台がライフだったのかなって思いますね。いろんな車に買い付け挑戦してみたいとはやっぱり思いますけどね、一番最初がライフで始まりっていうのはまあ自分的にも、まあそうだろうねって感じで、社長もライフを買ってくるんじゃねえかっていう予想はしてたみたいですけど、本当にその通りでした。まあこれは軽い、短距離での試運転ですけど、次は予備車検通しに行くのに福島の陸運局まで試運転も兼ねるので、そこまで、しっかり走行テストをやらせていただいて、しっかり車検上がった状態、車検2年付きでの販売の予定なので、まあもう少し点検したりなんだり少し時間がね、テントの方に並べるのに時間はかかってしまうかと思うんですけど、頑張ってみますので、まあ志賀さんや、ケンちゃん、あと社長、いろんな人の協力を得ながらね、一台一台しっかり仕上げていけるように頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。でそろそろ自社に着くので試運転の方も終了となります。はい、でなんだかんだやってる間にもうこんな時間になってしまったんですけれども、今日の動画はとりあえず昨日僕が落札してきたライフの
紹介動画となっておりました。でまだね点検とか何もかけてない状態だったんで、これからしっかりと点検して車検の方を起こしてから値段出しの方をしていきたいと思いますので、また後日それも動画に上げますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた、バイバーイ。